皆様大変お待たせをいたしました。ただいまよりJFA アパホテルサッカー日本代表パートナーシップ契約基本合意記者会見を開催いたします。 JFA は3月1日アパホテル株式会社様との JFA ナショナルチームパートナー契約に基本合意しました。国際舞台でさらなる飛躍を目指す日本代表チームを作っていきたいと思います。アパホテル様と共に名実ともに世界に冠たる日本サッカー誇り高き日本代表を作っていきたいと思います。日本代表を応援させていただける栄誉に預かれるということで本当に、ワクワク大変嬉しくもう胸がいっぱいです。それと同時にですね、その使命と役割の大きさに本当に身が引き締まる思いでございます。この国を信じる者がこの国を強くするというジャパンプライド、アパホテルは皆様と共にですね、強いサッカー日本代表をですね、後押しして続けていきたいなというふうに思っております。誰にするんだとか、世界に向かっていくんだっていうようなそういった気持ちも大事にしながらこれから関係を作っていけたらなというふうに思います。オーディション TV の側です。元谷 CEO にお伺いいたします。今回の JFA とのパートナーシップ契約というのは非常にスポーツ界全体にも大きな出来事だと思うのですが、決め手は何だったのかというのを教えていただけますでしょうか。まずですね、私が今回 CEO として、就任いたしまして、約1年弱ではございますけれども、こういったお話があったときに、まさしくサッカー日本代表もですね、ベスト8、それ以上の、優勝を目指しているということで、ホテル業界においてもですね、私ども実は世界で、19位という客室数でございます。これは日本ではダントツトップではありますけれども、世界ではまだまだ差があるという点において、共に世界の極みを目指すという意味においてですね、一緒にベクトルが同じ方向で向いているという点において、ぜひ今回の話があったときに快諾しようというふうに思っておりました。今回の提携を一つですね、日本から世界に飛び出して、世界基準で物事を考えようという点において、素晴らしい私は提携ではなかったかなというふうに思っております。そういった意味において、もちろん私が最初に、今回ですね後押しをして、最終的には会長にも内諾をいただいてですね、発表に至ったという次第でございます。はい、では右側の方にちょっと顔を向けてください。私たちはもっと強くなれる。現状に満足しないこと、自分と仲間の力を信じること、挑み続ける者だけが新しい景色にたどり着ける。さあ行こう。日本人としての誇りを胸に、アパホテルはサッカー日本代表を応援しています。